で、会社を経営するようになって分かったことがあるんだけど、やっぱ人間ってね、人間ってね、大したことねえやつしかいねえんだって、本当に勉強ある、別に、会社なんてさ、誰でも建てれるから、本当に一回建ててみてほしいんだよね。にん、みんなってさ、自信がないでしょこの昼間っからさ、いるってことは働いてないんだろうから、ちょっと自信ないじゃん。本当に大したことないやつしかいないの。マジで。 自信持ってきてってててき本当になんかすげえなと思うやつで今まで一人待ったことない。なんか、そのひらっしゃいみたいなのね。だから、それがダメなんじゃなくて、意外と、そんなもんなんだなって。<laughs> 具体例出してくれ。やっぱ、遅刻はするし、自分の金でさ、会社を運営してるわけじゃないから、結局自分がお給料もらえればいいから、サボるわけよ。でも冷静に考えたら、あ、 俺もサボってたなって思ったの。言えない。社員にやる気はあるけど無能なやつがいたらどうするそういうやつで伸びてくるじゃん、結局。<laughs> 最近の若いやつなんて遅刻注意したらやめますって言われたぞあ。なんか、俺ぐらいの規模の会社だったらさ、むしろそうやってやめてくれたらラッキーなんだけど、しがみついてくるのね、やっぱ。<laughs> でプロゲーマーなんてにみ,みんなゴミしかいないから別にそれはいいんだけど、俺も同じ穴の無事でだから。普通のあれだぜ。 社員さんの話だぜ。で、か田はまあ、優秀じゃないかもしんないけど、一生懸命やってるから、全然あれかな。いや、でも派遣とかも、難しいんだ。だからそういうこと考えたくないじゃん。俺は、その経営面は全部お姉ちゃんに任してる。今まであった中で一番優秀な人誰だろう税理士さん、俺の。 優秀。アフターファイブ終わってんだけど <laughs>。でもやっぱ仕事はできる。すごい。あ、松本さんとかもすげえな松本さんとかすげえなあれは優秀だわ。堀井さんはどうですか絶対で一緒に仕事したくない。<laughs> 堀井さん上司だからしんどそう。絶対嫌だ。 いやでも意外と優しいのかないやパワハラとか俺しないと思うよ。あの人。なんかさ、いるじゃん。俺みたいな、仕事なんもできないけど、なんていうの、ある程度行動力があるやつがトップに立ってる会社と、あの、マジで仕事できるやつが、トップに立ってる会社ってあるじゃん。後者ってしんどくないだって自分より圧倒的に仕事できるんだよ。俺って別にさ、 <laughs> 何もできないから、口うるせいこと言わねえじゃん。堀江さんだったらしんどいだろう。劣等感を感じそう。なんでお前こんなこともできないのって言いそう。いや、言ってくれるんだったらまわしも、優しい言葉を投げかけられて、あ、思ってんだろうなって思われるの、思うのが辛い。<laughs> お前なんでこんなこともできねえんだよって言われたら、反骨精神この野郎とか思えるけど、あれ大丈夫だよ。って言われた後になんかサさささってやられたら、めっちゃしんどくない 働いてて、惨めになりそう。